暗いんですよ。暗いんですか。これあ、いや、そういう暗さじゃなくて、ね、違ってる。そうそう、明るさの暗さじゃなくていきなりそういうスタート絶好調ですね。どうしたんですか、何が来れるんですか。いや、もうガチもね、はい、カウントダウンなんで。まあまあまあね、そうですね。だからもう8月の1週でほぼ最終回をやります。はい、ガチトラベルも最終回しますし、バトルもやると思う。だからね、なんかもう暗いんですよ。ほんで、あれですかね、GTG のね、ファンのみんなも、はい、やはり落ち込んじゃって、はいはいはい、ドヨッとしてる感じはありますな。あ、でもね、書き込みようだったら、誰かの時代が来るとかね。誰かの時代。そうそうそう、俺らがいなくなった瞬間に誰かが時代が来るらしいですよ。なんか違う後釜の人たちが何人かいるらしくて、多分そいつらがアンチだったんじゃねえかと。やったぜみたいなね。俺らの時代だ。そう、来たみたいな。なるほどね。なんかそう思ってんじゃないですか。これちょっと太田さん止めてくれますか。どう移動が。下を。座る。このクリクリですか。はいはい、というのでね、はいはい、なんかさ、その後の展開もないしさ、来月から俺8月からどうしようかなと思ってんだよ。バイト生活もまた始まります。バイトもしなきゃいけないだろうね。ゴルフ場のキャディでもやろうかな。キャディさんですか。もうそれが一番楽しいっつって、それで終わっちゃうんじゃないですか。そうそう、ただあとね、僕ね、心理カウンセラーの、あ、なんかこんな間言って、資格を取ろうと思って、西大宮のマンションの一室を使ってカウンセリングの、事務所でも作ろうかな。あのおばさまより高いっていう。そう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 、 1時間1万円で。5000円言っとったよ、この間。え、5000円って言っとった。やっぱ1万円だね。1万円取る。うん、それでも安いんじゃないですか。安いんだ。安いでしょ。へえ、全然格安だと思う。じゃあおばさますごいね、やっぱね。いや、おばさまはあれなんですけど、俺は別に取るよ、悪いけど。おお、もう1時間ぴったりで終わるから。1秒でも超えたらまたもう追加でチーンとチーンってなって、オンタイムで始まる。もう自動でもう更新されちゃうから。お客さん延長します。そう、そんな言わないもん。もう言わない。もう始める前から言うから、時間は見といてくださいねって言って、もう自動延長になっちゃいますからって。ラブホテルか、それは。ラブホテルはそうなんだ。昔ね、入ったんですよ。はいはいはい。だから、はい、自動延長になると宿泊になっちゃうんですよ。ああ、そうなんですね。そういう時間帯。そうそう。ほんで3時間休憩で、はいはい、3時間1分になるともう宿泊料金になっちゃうんですよ。ああ、なるほどね。俺ね、3時間2分で出ちゃう。で、はいはい、宿泊だったんですよ。はい、で、そんなん聞いてないからって言ってフロントで行ったんですよ。はいはい、いや、聞いてないから。いや、でもそういうシステムですから。はいはい。もう、じゃあ宿泊そのまままた戻りますとか言うから、はい、そんな別に帰りてえよ早くって言って、ね、もういいよみたいなの、はいはいはい、出たんだけど、はい、そこ結構安いのよ、はいはい、安くて綺麗なのよ、うん、やっぱりそこ使うのよ、うんうん、あんまりごねって、そうそうそう、はい、でまた次の日行ったらね、そのおばちゃんね、はい、うん、俺らが鍵もらって行く時に、お客さん自動延長されますからねって必ず言われるようになって。おばちゃん分かってるよ。ぴったりに2時間半で俺出すから。出すから。まあまあ。でもそんなけでも2回3回って。何？まあまあまあいろいろね。でも例えばあれラブホテル3時間でしたっけ？いや、もう、まあ、ピンキリだよ。あ、ピンキリか。2時間3時間。90分のところもあるし。あ、そうかそうかそうか。サービスタイム、昼間ずっと。そう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 。じゃあ90分だったら1回しかできないんですよ。1回で終わる人はね。あ、そうか。てんちゃんどれぐらい？いや、我が輩はね、どっちかっていうと結構早漏なんでね。おい、ちょっと、おい、こら。子供のヒーローって言ってんのに、早漏とか言ってんじゃないよ。いたして早漏みたいな。そうそうそう。もう、すぐ。いやいやいや、弱いですよ。いやいやいや、そうだね。宇都さんは
私はちょっと長めです。長めですか。監督はねもう10時代ですからね。まあ俺のあのライバルは鎌野先生だけですからね。そう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 、僕はね監督ソルンですよねとか言うから、はい、なんだこの野郎って言ってソルとか言ってんじゃねえよこの野郎って言って負けたまるかという話。まあそういうことでね、はいはい、まあ、ガチもカウントダウン始まってます、はい、ガチシリーズ始まりました、はい、あれを行くってか見てこようか。君のそのアグレッシブさはなんとかならんか。これか。あ、これですね。これ全部そう。全部そう。素敵だね。マジか。全部そう。いや、はっきり聞こえる。うん、はっきり聞こえた。あ、やっぱ聞こえるわ。聞こえるでしょ。あそこまで声聞こえたらイメージ入ってくるはず。大体そうですね。あっちの奥で何かやられた人がいる。はい。それが反応してる。はい、そういうことなんですけど、そうですね、なんかね、あの告知をね、はい、したいということで、そうですね、あの、吉さんが、はい、今日どうしてもやりなさいという、はい、告知をどうぞ。はい、ジェット&パンドライブやります。7月の25日、はい、月曜日なんですけれども、はい、はい、場所はですね、巣鴨にあります、はい、獅子王という、はい、ライブなんです。獅子王聞いた話だと、2、3年前ぐらいにできたのかな。新しいライブですね。まあ、割と新しめのライブ。そこで僕の知り合いのドラマーがね、あの声をかけてくれて、はい、ライブやらせていただきます。イベント名がですね、東京混沌物語。混沌混沌物語。当初予定出してたですね、我々発表してた時間からちょっと早まります。オープンが、はい、オープン17時、はい、スタートが17時20分から、はい、一組あのバンドが追加になったみたいなんで、17時スタートとなります。なるほど。ただ Z&そうですな。 Z&パンドンの出演時間は変わりません。まあ、7組中ですね、はい、7組目、鳥ですな。鳥、はい、出演となります。はい、1点ご了承いただきたいのがですね、これ月曜日なので、はい、リーダー投石です。なるほど。はい、投石中なのでリーダーは、出演ができません、はい、あとウトさんがもしかしたら難しいかもしれない。そうですね、リハ間に合わなかったらダメよしというルールがあります。勝ち気合でやりたいと思います。はいはい、もしかしたらお父さんも出れないかもしれないです。はいはい、はい、楽しみにしていた方には大変申し訳ないんですけれども、何卒ご了承いただければと思います。はい、はい、チケットのお問い合わせに関してはいつも通りメールで受付しております。 zplive2016@yahoo.co.jp、こちらまで、件名に7月25日のチケット申し込みと書いていただきまして、お名前、来られる方のお名前、そしてチケット枚数ご明記の上メールでお申し込みください。チケット前売りが2000円、当日が2500円、共にドリンク代が別途、当日かかりますのでご注意ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。巣鴨じゃないですか。はいはい、やっぱり一時住んでましたからね。そうですな。ほんでウトサトシ君も、結構あそこら辺うろうろしてましたからね。布団屋さんの上ですね。あ、そうですそうです。布団屋さん、ああ、春日サンキューさんの店の、そうそう、サンキューさんの店の上のマンション、俺ら住んでまして、ファミコンと、じゃない、俺らじゃない。ああ、そうかそうかそうか。あれなんですけど、そこの寿司王っていうところは、もう、僕らの庭みたいなもんだったんですよ、はいはい、あそこら辺。テリトリー巣鴨はね。はいはい、まあ、いろいろありましたね。ありましたね、本当にね。タバちゃんが楽しみでね。タバちゃんが弾きますね。そう、タバちゃん、任しとけよって言って、どんどんいろんなとこ紹介してやっから、みたいな。
こっちはピンサロ街だしこっちはヘルス街だからって言ってそっちだな、そっちになるわけですね。そうそう、その獅子王ってところも多分昔マットヘルスだったようなと思うマットヘルス、はい、場所的にそこのね、あ、そういうのだったもんね。そういうとこです。なんか感慨深いよ俺からすると。確かに確かに、よく昔風俗雑誌、今はもう少ないのかな、あったじゃないですか、はいはいはい、あれ夜のなんとか街とか夜の特選街ね、特選街とか、あれほぼ巣鴨で埋めてた時期ですよね。巣鴨の大塚辺りでね、はいはいはい、なんで巣鴨のそこの通りはもう全部そうだったんですよ。はいはいはい、なんで「え、巣鴨にライブハウスなんかあった？」って言って、うん、新しくできたんですよ、はい、だから今あれなんでしょう、獅子王って結構注目されてるんでしょ、割とね、はいはいはい、新進気鋭のライブハウスっていう形で注目されてるんですけど、はいはいはい、俺らからすると「え、どこよどこよ、はい、え、あ、ヘルスの後じゃん」みたいな、ね、あ、そうなんですか。そんなん言ったら怒られるかもしれないんだけど、あんま言わないでこれから頑張ってくる。いやだからなんていうのかな、イメージをね、はいはい、変えるために頑張ってもらいたいと思ってるから。そう、巣鴨のイメージを、ね、そうそうそう、 あそこら辺の通りってそのイメージしかないからね。いやいや、まあ、あとおばあちゃんのね、おばあちゃんの話が、ね、そうですね、もっと若い世代に。そう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 、だから俺はもう好きな街なんで、はいはい、うん、そうですね、打ち上げもね、その先にあるはい、時は食堂っていうのあったね、あった2人も連れてたことあるでしょ。あそこは美味しいです、時は食堂、はいはい、餃子、うん、はいはい、あ、餃子じゃない、餃子じゃない、食堂、あ、食堂、焼き魚とか俺よく、そうそうそう、鯖味噌とか、あ、2人連れてってないかな、あれ、あそこ行きましたよね、あれ餃子の店はあの奥ね、あ、あの奥か、うん、はいはいはい、でも行きました行きました、そうそう、はい、でその先に塚浩平が住んでたんだよ。あ、そうなんですか、ね、うん、でその当時付き合ってたと2人歩いてきたからね大丈夫ですか。まあそこは今のは、でもほら、巣鴨も若返ってるけど、はい、もしですよ、はい、吉田出れない、はい、で俺も出れないってことになると、はい、Z1 のパンドの平均年齢がガクーッと下がりますね。そう、俺が最年長になる。30代になるよきっと。30代はならないと思う。ならないか、ならないか、30代だって言うて、いや、宇都さんなんとかして来ていただきたい、うん、うん、したいですね。タバちゃんに連れてってあげてほしい、いろいろ。なるほど、俺が連れてくるんだよ。タバちゃんにね、それ話したらもうマジっすかみたいな。イコール俺が金出すってこと。あのね、ここら辺は全部ぼったくりだから。そうそうそう、ここ昔タワー流されたとこだよ。そう。でね、打ち上げはもう時は食堂なんですよ。はいはいはい、でもその時は食堂がね、もう5時ぐらいになると、もうおっさんなんていっぱいなの。はいはい、食堂っていうのにみんな飲んでんだよ、はい、もうね、典型的な下町の親父ら、はい、話聞いてたらめちゃくちゃ面白いんだよ、こう横で聞いてたら、あのね、あれだぞ、ヤマトはすげえぞって言うんですよ。ヤマトの話してんな、おっちゃんが、ヤマトすごいなって言って、ヤマトすげえよ、どんだけすごいかって言うとな、もう42インチ砲でバンバン戦艦撃ち落としたんだから。いや、そんな事実見えよ。ほらら、おっちゃんらもみんな、そうなのか、ヤマトすげえなーみたいな話で、2時間ずっとヤマトの話で、それも全部嘘。もう楽しいんだよ。まあでも波動砲が出てくるのか。さすがに波動砲はなかった。ほんならもうね、貧乏学生から何からね、もうみんな来てワイ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 、はい、飲むところがあって、はい、うん、ほんでもうおばちゃんお姉ちゃんめっちゃ不愛想だしね。いいじゃないですか。忙しくて不愛想なんだよ。はい、うん、でもうちょっと先行くとさ、パチンコ屋さんがあったんだ、商店街の中で、はいはいはい、もう名前がラッキーっつうんだよ。ほんでね、もうどれぐらいすごい店かっていうと、まず玉が詰まったりとかすると店員さん呼ぶじゃないですか、はい、うん、常連が直しますからね。ガン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 とか言って常連が直すんですよ。知らない人とかがピッと押すけど、あ、詰まりましたって言って、みんな直せるから、カン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 。隣からいきなり声かけられる。そうほんで店の人らじゃあカウンターで何してるかって言ったらテレビ見てるからね、こうやって。すごいんだよ。ほんでラッキーって店なんだけどね、はい、犬飼ってんだよ、犬、はい、店内に犬が普通にうろうろしてんのよ、はいはいはい、血統書じゃないから、
普通に雑種、雑種の犬がね、犬がうろ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 してんだよその店、はいはい、うん、で俺がこうやって打ってんじゃん、はい、なんか視線感じるわけ、はい、なんだろうなって言ってパッと見たら横にいつの間にいつの間にか椅子に座って俺見てんだよこうやって、はい、台を、はいはい、一緒に、はい、おおみたいなお前さ、手あのお前飼い主に言っとけって、もっと出せって言ったら、はい、ほんならね、トンって言って飼い主のとこ行くんだよ、はい、もうその時打ってた台がうちのポチっていう台を繋がっちゃった。いや本当に、あ、調布で降りるんじゃない、降りる降りる、これで降りるの、降りる、府中南、府中市南で行った、まあいいや、まあいいや、まあいいや、本当 あっちでもよかった、あの稲城のどちらでも、ね、稲城大橋渡ってもよかったってことか、あれ、うん、場合によっちゃ、まあ、まあいい、いい、これでいい、これでいい、はい、払い戻し料金は210円です。なんかよくわかんないけど、で、これは府中の方に行けばいいのか、府中の方、はい、ほんで、あ、まあ、まあいいや、いいや、はい、これでいいね、いやもうだから、はい、あのそういう町だったんだよ、はい、本当にあのおばあちゃんしかいねえしね、はい、うん、たまに芸能人があの取材に来る、ああなるほどね、うん、だからね巣鴨はすごいいいとこなんですよ、うん、落ち着きますよ、我が輩大好きですよ、僕ね東京で唯一住んでたところが巣鴨と大塚なんですよ、はいはい、うん、もうあそこ以外はもう住まない、なるほどね、うん、ねえ、でもこの前あのよしとちょっと打ち合わせに行ったんですけども、はい、銀座とか、はい、もう銀座なんてさ日本人いないのな、 あそうですか、うん、あの交差点とかでこうやって立ってると、はい、もうあの韓国語と中国語しか聞こえない、あそうですか、うん、へえ、もうあの街はもう日本じゃないねうんと、へえ、そうなんですね、うん、だからもう子供なんかいても絶対もう中国の子、あ、髪の毛変だもん形がどういうことですか、ピッチ、ああなるほどね、ピッチ刈り上げみたいな、もう絶対日本人の子じゃやらないという、あれかっこいいと思ってんのかみたいな銀座でもなんかあります、あのその海外の人が来て買い物みたいですよ、あそうですか、三越とかでしょ、少しね、ビッグカメラとかあの辺も、あそうです、銀座まで来たらね、秋葉行けばいいのにね、そのまま秋葉は秋葉で買うらしいよ、あそっかそっかそっか、ちょっと色が、なるほどね、うん、家電とか、はいはいはい、あの化粧品とかそういったものを買ってるんですね、そういうことか、だからね日本が今ピンチですよ、なるほど、うん、まず銀座が潰されたという、銀座が潰された、銀座が潰されちゃいました、銀座ね、本当に、なるほど、だからもうあの居心地がいいのか悪いのかさっぱり分かんないですよ、なるほどね、うん、あれでしたっけ、確かあの銀座ってあれですか、その海外の人がこう、うん、初上陸するのにしやすいところなんですかね、いやしにくいでしょう、例えばマクドナルド、はいはい、あれって第1号店で銀座ですよね、確か、ああそうなんですか、そうらしいです、一号店は聞いたです、うん、そう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 、なんか上陸しやすいのかな、なるほどね、いやどうだろうね、銀座じゃないと思うんだよね、池袋とかのホテルなんて全部中国人だもんね、あ池袋は本当海外の人多いです、ね、ブルーノも最初あの初来日した時、うん、池袋 の, あのビジネスホテルで、ああそう、はい、池袋ね最初泊まってましたね、なるほど、なるほど、そうです、日本なんか来たいのかね、観光客で、どうなんですかね、まあでもねやっぱそういうオタクの人たち結構海外に多いので、うん、やっぱそのアニメね、アニメのグッズを買いに来たりとか、あの今横がサッカー場じゃないですか、はいはい、これちょうど味の素スタジアム、はいはい、味の素、ああはいはい、あのデルピエロなんてそうらしいね、はいはい、デルピエロって知ってます、あの知ってます、イタリア代表のすごい、はいはい、あんなんてもうあの日本にお忍びで来るぐらい好きらしいですよ、あそうですか、うん、ほんであの新日本プロレス見て帰るらしいですよ、藤波辰巳の大ファン、あそうなんですか、うん、あのわざわざあの会ってくれって言って、あマジですか、うん、デルピエロは、へえ、あ新日派なんですね、新日派なんですよタイガーマスクと藤波辰巳の大ファンなんですよ、はいはいはい、うん、あのやっぱりお忍びで結構来る人いっぱいいるらしいですよ、あのスティーブ・ジョブズも、はいはいはい、うん、でも
人も日本好きです。日本大好きで、お忍びでずっと京都とか、うん、いるらしくて、はいはい、で、ずっと同じ服だったでしょあの人、うん、はいはいはい、トータルネックと、ジーパンで、はい、あれなんでかっていうと、日本に来た時に、はい、ソニーのあの人もソニー信者だから、はい、うん、ソニーの工場見せてくれこの野郎って言って、はい、で行ったらみんな制服着てたらしい、はいはい、でこれはなんでみんな同じ服なんだって言ったら、はい、日本っていうのは戦後服がなかったと、はい、なので会社が支給したんだって、なるほど、だから制服があるんだよって言ったら、はいはい、それはいいって言って、はい、ほんでジョブズはアップルに帰って制服作るからって言ったら、はい、全員が反対したって言ってそんなの嫌だって言って、はいはい、なんで、うん、じゃあ俺だけでもやるって言うんで、はい、一世三宅、うん、が大好きだから、はい、同じあの服を100着以上注文したんですよなるほどね700何着あそう、ほんでずっと自分はそれを通したっていう、なるほど、彼にとってあれ制服なんですよ、なるほどなるほどね、バカですよねほんでさ、あんまりにも日本食とかが好きだから、はい、基本的にジョブズって昔は果物しか食わなかったんでしょ、はい、でその後菜食主義だったんだけど、はい、日本食だけはもう例外だったんだって、はい、肉も食うしあれだったんだけど、はい、もう蕎麦が好きで、はい、ほんでアップルの本社のね、コック一人日本に派遣しました。マジですか。蕎麦を覚えてこいって言って、はいはい、ほんで銀座の蕎麦教室に通わせて、はい、アップルには本社にはメニューに蕎麦があるんですよ。へー、マグロ漬け蕎麦っていうのが、はい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 、ジョブズのためにメニューがあったんですけど、うん、はい、うん、食べるのはジョブズだけ。なるほど。信号左で本当にアホでしょスティーブ・ジョブズ、だから普段はなんかもう日本っていう感じらしいですよ、はいはい、でなんでそんなに日本にワーッとなったかっていうと、はい、ある人にへのライバル心なんですよ、はい、ビル・ゲイツもっとすごいんですよ、はい、そうなんですか。ビル・ゲイツはマイクロソフトアメリカにわざわざあるのに、はい、一時日本支社にずっといたんですよ、はいはい、日本大好きで、はい、で、あの人マイクロソフトの日本支社にいる時はずっとサムエ来てたんですよ。ほうほうほう。あの人、はい、もう日本大好きで、はい、うん、ほんで、なんていうか、ビルに会いたかったら日本に行けっていう、はい、うん、で、それでも会ってもらえないわけじゃない、はい、で、重役なんかでもその一部の人しか喋れないし、はい、もっと言っちゃえば社員なんか絶対喋れないわけで、はいはいはい、でも寒いでうろうろしてんだって、はい、うろうろしてんだけど、こっからちょっといい話、はい、一人マイクロソフトの本社ってあそこにあるじゃないですか、信濃町の方に、ほんでそこで清掃会社の女の人っていうか、そのマイクロソフトがその清掃部っていうのがあってビルを掃除する部署があったわけよ、はい、でそこに一人おばちゃんがいたんですよ。でそのおばちゃんがなんか30人ぐらいパートのおばちゃん仕切っててやってたんだけど、はいはい、そのおばちゃんって昔戦争孤児みたいな感じで、はい、両親いなかったのよ、はい、で働こうと思ったって全部それで落とされるんだって、ほうほうほう、孤児だっていうので、はいはい、でそのおばちゃんがある有名な会社に面接行った時にもう舐められまくってんだって、孤児だって言うんで、はいはい、で中学しか出てないし、だからその時のおばちゃんがこういう私みたいな人間を雇うのが大企業のあれなんじゃないですかって言って帰ってったぐらいの、うん、ほんでずっと女で一つで旦那さんもすぐ亡くなって女で一つで子供を育てて、ほんでマイクロソフトのその掃除の部署に行ったわけですよ、うん、ある日掃除工をやってたら女の人を入れないんだけれども、ある人が入ってきたんだって、はい、でボンって当たったんだって、はい、ほらその人が I'm sorry って言ったの、はい、ならおばちゃんが Oh I'm sorry ヒゲソーリーって言ったんだって、はい、ほらその外人さんが What ヒゲソーリーって言って、はい、Oh oh ジョークジョークヒゲソーリーって言って、はい、I'm sorry ヒゲソーリー Oh って言ってわーってすごく仲良くなったんだって、はい、ほんならそのたんびにトイレ来るたんびにその外人が来て、はい、おばちゃーんって言って、はい、そのたんびにジョークかましてたんだって、はい、ほんでゲラゲラ笑うんだって、はい、ほんで帰ってくるんだって、それがビル・ゲイツだと、はい、要は
あのビル・ゲイツってあの社長室離れた瞬間にボディーガードがね、はい、必ず2人以上つくんだって、はい、うん、でもトイレの時はあの外に2人いるじゃない、はい、だから掃除してる間は2人きりになれるの、ほらビルは結構そのおばちゃんもすっごい気に入って、うん、すぐひげ剃りとかなんとか言って挨拶して軽く一言二言交わして帰ってくるんだって、はい、うん、まあ誰だあの外人って言って、はい、掃除のおばちゃんはビル・ゲイツなんて知らないわけよ、はい、もう大社長だよ自分雇ってる、はいはい、うん、でも変な外人みたいな、はい、いつもあんなん来てるしって言って、はい、ほならクリスマスのイブの時におばちゃんらがこの掃除やってるじゃないですか、はい、ほなら内戦がかかってきたんだって、はい、あの社長がみんな招待したいからって言って来いって、はい、そのおばちゃんを招待したいって言って、はい、え、なんで社長がって言って、いや行きたくないそんなのって、はい、重役とかね、いろんな人らがいる中で行きたくないそんなのって言って、もっと言っちゃえば他に一緒に働いてる人らがいるから、はい、私だけそんな特別扱いは無理だって言って言ったら、もっと5分ぐらい経ったら、はい、いやもうじゃあ全員連れてこいって言って、はいはい、うん、掃除のおばちゃん全員連れてこいって言って、はい、ならみんなもうあの社長が呼んでるから行くしかないって言って、はい、その制服のまんま行ったんだ、はい、うん、ほんならバーン開けたらもう重鎮ですよ、はいはい、みんな重役だし、はい、そのマイクロソフトのクリスマスパーティーだから、はい、もういろんな偉い人がいっぱいいるわけ、はいはいはい、その中でビル・ゲイツがおばちゃん見つけて走って駆け寄ってきたっていう、はいはい、ほんでミンスピーチでこの人が僕の日本で一番大好きな人だって、はいはい、いつもそのマイクロソフトのあのうちのねこのビルをきれいにして頑張ってくれてるんだって言って、はい、僕はこの人が大好きです、はい、って言って全員紹介したんだって、はい、ビル・ゲイツが、うん、こういう人たちがいるから僕たちがいるっていうことを忘れないように、はいはいはい、うん、その時のおばちゃんが初めてすごい人だったんだいやいやおばちゃんビル・ゲイツだなって言って、うん、だからあのあれみたいですよ、なんか最後まで、なんていうの、保証とか、はい、あんなの完璧にやってくれたらしいですよ。なるほどね。うん。へぇー。いい話ですね。そうでしょ、うん、だから、ビル・ゲイツって、まあ、フリーメイソンなんだけどさ。はいはい。あの、ポリオは許さないぞ、ビル・ゲイツ、この野郎。お前、何考えてんだ、この野郎。人工削減しようとしてたろ、お前、この野郎。なんだけど、はい、根はいい人なんですよ。はいはい。根はいい人なんですよ。でもお前人工削減はすんなよこの野郎てめえこれ右でいいですか、まっすぐでしょ、まっすぐね、うん、っていうちょっといい話、なるほどね、うん、ね、あのやっぱりそういう大企業の人でね、やっぱりそういう最近さ、なんかホリエモンとかあんなあそこら辺がさ、はい、偉そうに金儲けてさ偉そうに言うからさ、なんかそういういい話がなくなってきてんだけども、はい、昔はいい話いっぱいあったじゃない、はいはい、本田宗一郎の話知ってます、はいはいはい、ね、本田宗一郎が引退するって言った時にどうしてもやりたいことがある、はい、何したかっていうと、その各その代理店、はい、要は普通の町工場とその代理店を同時にやってるあの店がいっぱいあるじゃないですか、うん、そこを全部回りたいって言って、うんうん、回ったらしいですよ本田さんは、はい、ほんでね、あるね工場とあとバイクも売ってるんだけど、はいはい、工場もあっててそこにフラッと来たんだって、はい、うん、フラッと来て、ほんで要はその親父は分かるわけじゃん、うわ本田だ、はい、宗一郎さんだって、はい、本田社長じゃんって言って、でね息子が2代目みたいな感じで手伝ってたんだって、はい、でバイクいじってたんだってよこうやって、うん、うん、バイクいじってたんだってよ、うん、ほんなら本田さんがおい坊主それお前なんか好きなのかそういうのって言ったら、はい、おーめっちゃ好きって言って、はい、バイクすっげえ好きってはい、はい、そうかでもお前こうやった方がいいぞって、違うよおっさん こんなんやったって早くなんねえだろうって、早くなるってって言って大喧嘩だったんだって、はい、触らせろって言って二人でずーっとバイクいじってたって、はい、ほらおっちゃんやるなって言って、はい、お当たり前だこの野郎って言って、こうやった方が早いんだよって言って喧嘩になるぐらいやって、はい、で最後ブワーンってやった時にすっごいのが、うん、エンジンになったんだって、はい、ほらもう二人でギャッキャ喜んで、はい、ほんでその時にホンダって言おうと思ったら、はい、息でしょ、はい、こうやって指でシッってやったんだって、はい、ほんなら おじいちゃんホンダ今から動かしに行こうぜって言ったら、いや俺もう帰んなきゃいけねえんだって、はい、うん、
またな、今度会おうなって言って、おう、おっちゃん待ってっからよ、みたいな、ブワーって言ったんだって、ですか。ほんなら、いや、社長、本当にありがとうございますって言って、ほんなら、もう、ああいう、若いのは大事にしてやってくれって言って、うん。ね、何でもやらせてやってくれって言って、そのためには、バイクも送るからって言って、やったらしいですよ。いい話ですね。いいですなぁ。あ、そうなんですか。そうですね。あ、俺はもっとこういう話をしたいな。もう終わりか、終わりだからさ。もう怖い話なんかしなくたって、どうせ課金どんどん落ちてくんだからさ。だったらもう怖い話なんかしない。でもね、なんか企んでるだろうっていっぱい書き込まれてるんですよ。え、そうなんですか。そう、あ、そうなんか企んでるとか、何かやろうとしてるとか。え、終わると思ってないんですか。思ってないんですよ、みんな。思ってない人もいるんですよ、ちょっと。そう思わないとやりきれないんですよ。なるほどね。終わりますか、マジで。うん、本当だよ。てんちゃんも忙しくなるしね。そう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 、っていう話なんでね。なるほどね。さあ、今日の場所、はい、その信号左で。はい、今日行く場所はですね、有方山。有方山という山となります。怖くなさそうじゃないですか。どうでしょう。あのね、もうほぼほぼ行ったら心霊現象がほぼほぼ起きる。マジで。それはもう言い切れちゃうやつ。もうちゃうんだ。とてつもない数の無縁仏が山にえ、墓場じゃなくて。お墓はお墓なんでしょうね。墓地、霊園とかじゃなくて。霊園っぽいまでちゃんとしてないです。てかほぼほぼ無縁仏。のみの。その先生。そんなのあるんだ。あるんですね。ところに今から行きたいと思います。なんか、多分ニコ生かなんかだと思うんですけど、配信者の方がね、そこに行った時に、女の人のうめき声が取れたんだと。なるほど。それ以外にもいろんな霊現象がそこで起きましたっていう報告がいろいろ上がっておりますので、そういうたち、人たちがガチに変わるスターになるわけだね。なるかもしれない。なるほど、なるほど。未来のスターが生まれてくれることを私は説明願いつつ終わらさせていただこうと。なるほど、綺麗に終わりは綺麗に終わりは本当ね。でもね、続く人間が出てくるのもどんどん出てきてほしいと思います。なるほど。まあまあ全体がね、底上げされる。そうです、そうです。活気が出てくるからね。ね、つるんでる場合じゃないよ、みんな。チャンスだよ。アベンジャーズとか つるんでんじゃねえぞ。言ってる場合じゃないよ。もう出し抜いて俺たちみたいにならないと。俺らはもういないからね。叩き潰してきたからね。そう。うちらはね、叩き潰してるつもりじゃないんですよ。そう。普通にやってるんだけど、みんながなんか知りそう。そう。非常に悲しい。つるんでないでも出し抜け。俺らはもういないんだよ。もうチャンスだね。もう赤保留だもん今。これで外れたらなんで当たるのっていうぐらい。最近の赤保留そんなに信頼じゃないですか。いや、もう昔のでいいよ。もうゼブラ、キリン全部はもう集まって、上のガロなんか完成してるからね今。だからこれで当たんなかったら何で当たるのっていうような状況なんだから、もうみんな準備しといた方がいいよ。あとまあ素人さんもそうなんだけど、ね、ガチンカツクっていう業界の方たち、準備された方がいいんじゃないでしょうか。我々のところが空きますよ。こういうことを言うからなんか企んでるって言われてるんでしょうね。なんか企んでる。まあ俺の言葉よりも感じろ。ということなんで、はい、ここから先は以上でございます。後半もお待ちしております。お待ちしております。